やっほーちゃみなだよーということで、明日からもうフィラデルフィアでボストン行くときに、このですね、また旅の記録を撮ってたので、目指せ YouTuber というような動画を上げたいと思います。はい、私はいつも、ですね、海外に行くときはお寿司を食べます。これは結構ね、空港のお寿司屋さんってなんで高いんでしょうか？これはもう多分搭乗時間10分前ぐらいにギリギリで駆け込み寿司をしてます。はい。でガリをですね、でもガリはたらふくもらいまして、お寿司をいただいて早くしなきゃなとか思いながらも、ゆっくり日本を味わってるところです。イエーイ、隣と隣がいないということで、これは本当にもう誰も来ないでくださいとお祈りをしているところです。ここを優雅に使っちゃうぞというところでしたけども、ところがどっこいですね、あの窓側に来たので、これはもういつもの枕で準備万端で寝る準備してまして、これは一回目カツが出てきてしまい、撮影のために絞っていたので、これは衣を剥がして食べました。次はパンも出てきて、もう炭水化物祭りでムックムクっていう感じ。そしたら3食目も出てきてしまって、これは卵ですね。もうこの辺ではギブアップをして、で最後、あ、これはあの保湿のマスク。今シカゴです。乗り換えを今から2時間以内、何事もありませんように。これは乗り換えで、あの電車に乗って空港内を移動しているところで、もう眠くて倒れそうです。結局やばい、ギリギリなんです。もう時間がやばいです。チェックインカウンター is long line soI apologize to many people and I just keep running to the gate. 多分もう、あれ、これ B、 とりあえず乗れますように。 B5 乗り換え、やっぱり時間がなくて、ほんとギリギリに駆け込みセーフということで、なんとか乗りました。皆さんもお気をつけください。乗り換えはホテルに到着。何時間だ、ちょっと時差がありすぎてわからない。4時間ぐらい乗ってた。あー、ダイブしたい。いやー、着いたー。ふぅ、いて、今日は夕飯も空港が全部閉まってて、空港の中のお店も、ホテルの周りも閉まってて、プロテインバーをいっぱい持ってきたので、それを食べて寝たいと思います。ドスッピンなので遠くで、到着した翌日の朝です。朝にですね、あのウォーキングをしてます。ご飯食べた後に、でこの後にジムを見つけて、あとジムに行くことができました。そしたらね、あのすごく AW の選手とかがたくさんいたけど、ちょっと話しかけられず、イエーイ、無事に試合を終えて帰ってきました。っていうか、ボストンの空港に到着してからまたホテルの絵に戻ってますけど、あのサプライズで試合に出るの言えなくて、で今日は ROH と AW が同じ会場で、大きな会場でやってる日で、で今日私は ROH の来週配信される試合なので、ちょっと試合内容は言えないんですけど、こんなに元気に帰ってきました。とってもアドレナリンが出てます。だけど、明日5時45分に出発して東京に戻ります。何事もないと思ったんだけど、見てほしい、キャリーが壊れて、これをやばいよね、どうしよう、閉まらなかったらコスチュームとガウンだけ抱えて帰ります。やはり壊れまして、とても不安なケースで、あげてください。最悪だから遠征の
さて、果たしてこれは無事に日本に届くのでしょうか。キャー、ボストンからワシントンダレス空港で乗り換え中です。ダラスの空港だと思ってた、ずっと違うらしい。こういうザマスメガネを買おうと思うんですけど、似合いますか、どうでしょうか。そろそろカロリーを、お茶を。アメリカンといえば、大事な撮影が控えてたので、本当にあの AEW のすごく美味しそうなケータリングとかを全て我慢したんですけど、やっぱりちょっと最後はいいかなと思ってこちらをいただきました。とても罪悪感でした。いただきます。これはもう空港をいっぱい歩いたからといって食べていいカロリーではございません。うん、お肉がジュージュー。はい、もう帰りの飛行機に乗ってるところです。これはですね、隣が来ない、いえまた来ないんじゃと思ってたけど、結局隣に乗ってきました。バッグや何事もなく届いてるか不安。はい、ということで羽田空港に到着して、ちゃんとキャリーはありましたけど、このままですね銀座のリモアに向かって、あれを修理に出して、次の日から遠征だったので新色買いました。これを持ってフィラデルフィアに今日から行ってきます。頑張ります。またね。